こんにちは、チェロ奏者の中原きぬえです。今回はローポジションの1の指でビブラードがかけにくいお悩みへの3つの見直しと工夫という話をしたいと思います。まず大前提として親指の位置は1と2の間にいること、そして C の字が描けていること。親指の位置をご覧いただきたいんですが、前線、下線、底線、アー線、ちょっとこう動いているのお分かりいただけますか。アー線、底線、下線、前線、こういう具合ですね。この C の字を保つことによって指の腹で押さえることができる、そして各指が独立して押さえることができるというふうに思いますので、一度ここを見直してみてくださいね。ビブラートは弦を押さえた指の腹を転がすように音程の高め低めという音の振幅を作ることで美しいビブラートが作れますので、指の腹目いっぱいで押さえられることが理想的です。弦を押さえる形が C の字ではなく、このように鍵状に押さえてしまっていると、1の指は特に弦を押さえる面積が少なくなってしまって音の振幅もちっちゃくなってしまうんですね。なので一度 C の字を作れているか見直してみてくださいね。特にアー線の時、このように脇が締まってしまう方はご注意くださいね。このように必ず脇は開いていますので、そうしますと C の字が作りやすくなるかなと思います。それでは今回の大本題の上に広いポジションの時どうやってビブラートをかけるのかといった話をしたいと思います。これはこの C のフラット、ミのフラット、ラのフラットというのは第4ポジションの2の位置で取ることができるわけですが、ここでは取れず、第1ポジションの広いポジションで取る必要がある場合のお話です。これは私がやっていることなんですが、ハーフポジションに動かしてビブラートをかけています。第1ポジションの上に広い形のままビブラートをかけようとすると音の振幅が少なくなってしまうんですね。ビブラートは親指の位置がとても重要になるので、ハーフポジションに動かしてビブラートをかけるというのはとてもおすすめです。例えばレドシーとかね、親指の位置にご注目くださいね。いかがでしたでしょうか。今回はローポジションの1の指でビブラートがかけにくいお悩みへの3つの見直しと工夫という話をしてまいりました。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。